で今日は2023年9月7日木曜日1時37分トゥエリトゥエリタージュンじゃないなオクトーバーテルスターズデーワンオクロック38のやつ今日は31度、だいぶ涼しいね。31度、プレイクール。今日の朝日新聞は前回も言いましたけども病院の差額ベッド代、自分が差額ベッド望まない場合以外は払わなくていいという話ですね。 The extra bed charge you don't need to pay to the hospital で、この医療費の大原則がこの今日のページには書いてありますね。 Today's 朝日ニュースペーパーセット治療上の必要がある場合、差額ベッド代は請求できないという国が定めた大原則がある。大原則というのがグランドプリンシプル、メイドバイダカントリー、ガバメント。If there is a medical need, extra feeエキストラベッドチャージキャントクレイム、これ覚えておかなきゃいけないね。だから例えば大部屋じゃこの治療はできません。例えば人工呼吸器とかね、放射線を使った治療は大部屋ではできないから、差額ベッドで、プライベートルームでやるから差額ベッド代を払えというのは、これは違法ですよというのね。If the hospital saidThis treatment using the respirator 人工呼吸器は respirator か or radioactive machine 放射線治療器ね radioactive treatment machine、can use a big room only it use a private so you have to pay the extra money. It's illegal. 違法ですということ、これを覚えておかなきゃいけないね。で、それで同意書を無理やり書かせるのもこれは違法なんで、同意書を書いたとしても無効だって書いてあるんですね。 If the hospital asks to the agreement document it also illegal. So it'sこうです。 It's not act そういうことだけどね。しかしまあ前回も言ったけど、ちゃんと言う勇気がない人は差額ベッド代払いなさい、全額個人負担でね。 You have no courage to say that you pay all not money not health insuranceチェックチェック。死と暮らしの壁がこの壁を崩したら壁は倒れて海に浮かび海を渡る大きな大きな橋になるだろう。
これが今使ってる草刈り機ですね。こっちがね、茂みになったやつを、こっちは地面に生えてる雑草から、相当入れてるんですね。そういうことです。